今日公開された福岡県立糸島特別支援学校には脳や体に障害を持つ児童生徒を対象として小学部から高等部が設置されています3階建ての校舎には42の教室に加えケアルームやリラックスルームがあり何をする場所かが分かるようにピクトグラムが多く使われていますまた、 校舎と体育館が一体となったコンパクトな設計で職員室から児童・生徒を見守ることも可能にしています故郷を愛して小さなできるを積み重ねてそして地域の人たちとともに新たな価値を見出すとそういう子どもたち学校にしていきたいと思っております県立としては12年ぶりに新設された糸島特別支援学校は100人程度が在籍する予定で 来月1日に開港します。